回はハクチュームさんと戦ったんですけど、準決勝ということで、マダイさんに助けに来てもらったんですけど、私のせいで負けてしまって、とっても悔しいです。でもやっぱり、ここまで来れたのは、ももさんと一緒だったからと思うし、一番新しいタッグ、私たちがここまで来れたのは、2人とも自信に変えていいんじゃないかなって思いますし、準決勝、今回は負けてしまったんですけど、やっぱりもっとこれからだと思うので、いつかタッグで強いって言ってもらえるようなタッグになれるように、これから2人で頑張っていきたいなって思います。新井選手は今回デビュー戦のパートナーを務めた美優選手と初対戦でしたけど、そちらいかがでしたでしょうか。やっぱり何度もタッグを組ませていただいたことがあって、近くで美優さんの凄さとかもたくさん見てきたので、その分やっぱり怖いなって思うところもたくさんありました。でも今回ジャイアントスイングを回されてしまって、一番ねやっぱ怯えてたんですけど、しっかり回されてしまって、やっぱ美優さんってパワーとかもすごいし、もっとまた美優さんと戦うことでも自分も一個ステップアップできるような気がしたので、またタッグも組みたいし戦いたいなって思いました。平井さん、タッグマッチの戦い方に慣れてきたというのあるんじゃないかと思います。はい、でも今までやっぱりタッグマッチの難しさをすごい感じていて、なかなかうまくタッグマッチらしい動きとかが全然できてなかったんですけど、萌歌さんと組むことで一緒に頑張りたいっていう気持ちが本当に強くて、気がついたらたくさん萌歌さんの名前呼んでたりとか、そういうのがタッグっぽいってたくさん言っていただけるようになって、すごい今回のタッグトーナメントですごい学べた部分が大きかったなと思います。